日本放送は2月29日、2023年度に行われた計6回のビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査を置いて、週平均12歳から69歳男女の6回の平均で首位を獲得したと発表した。2023年4月度、6月度、8月度、10月度、12月度、2024年2月度の計6回。飯田浩司の OK コージーアップ、あなたとハッピー、高田文夫のラジオビバリーヒルズ、徳光和夫徳森、火曜サタデーイルカのミュージックハーモニーなど、デイタイムのワイド番組が堅調に数字を伸ばした。